それはグスタフのヒーロースキルですね。で、まあ、ミックか的井に攻撃しようということで攻撃しまして、でこれダメかかって回復で貫通一応気をつけつつ的井を倒しに行くと。で初音ミックが来たのでダッシュ攻撃食らわせてフルークですね。で勝てたと。でグスタフがなぜか A の方にいるんですけども、まあラッキーだったということですね。でグスタフがこっちに来てるので、まあとどめさせたので刺しますと。うん、まあよかったですねこの辺は。でフルーク出せたので、まあいけるかなと思ったら、これですね、ゲネラルでミクのダッシュ攻撃でとどめ刺されると。ここでですねルチヒーロースキル使ってくれればそこそこ良かったかなと思ったんですけども、でミクが来てるけど、まあ、とりあえず鹿としていきます。で C 取られちゃったからもう裏取りしかねえなということで A まで向かいます。で初音ミクが近づいてきてるのでとりあえず戻ります。でグスタフに攻撃で倒せればよかったんだけど、フルーク食らわせれなくて、フルタリネ C に行ったのでとりあえずこっちを取ろうということで、でここルチのヒーロースキルでミクがねヒーロースキルかぶせてきたので取れなかったと。で3人ともこっちに来てなんとかねギリギリ取って勝ったという感じですね。いやよかった。はい、ということで2戦目ですね。2戦目はルッチ、テスラの方が相手ですね。これ S6 の試合ですね。でグスタフが多分 C に行くかなと思ったので、D かな、とりあえず D に行きますと言って D に行きました。でこのグスタフ君がねテスラを倒してくれたのでありがたかった。でノホがねノホがテレパスで来たので、まあ、一応ここ広げといてという感じですね。でノホ倒せましたねこれで。でテスラが近づいてきているけども攻めてくるんだっけかな、攻めてきた。でこれでも倒したんだよね、うん、これはナイスだった。とりあえず C でヒーロースキル貯めつつっていう感じで、ノホがここで回復しても回復しに戻る。でヒーロースキルここで吸われちゃったんですよね。まだ使わないかなと思ったんですけども、ヒーロースキル使われて3人死んだのかな。グスタフは残ってたかな。でさっきねテスラがスタン罠貼ってたのでスタンにかかっちゃって死んじゃいましたねこれでグスタフ。でここは C に行くよりかは裏取りに行こうということで裏を取りに行きます。で B かなと思ったけどテスラ来てるのでテスラ攻撃しようと思ったけどテスラも逃げるということで A に行きます。でとりあえずまた逃げるかなということで取りますね。テスラ来るのでとりあえずこいつ倒すしかねえなということで殴り合いになりますね。でなんとか倒せないかなっていうとこですね。でこれノーガード貼ってますね相手。ここで倒せればいいけど結構逃げるからとりあえずね A を縮めておきます。でここでスタン罠貼ってるんですよね。うん、
でフルークで吹っ飛ばす。ここで倒せれればいいんですけど、グッサフのヒーロースキルが今入りましたね。ここで一発なんとか入ります。で、あと残り18秒で、今ルチのヒーロースキルにかぶせられちゃったので、ここを取るしかもう勝機はないですね。残り15秒程度で絵を縮めれるかどうかっていうとこですね。テスラがね、なんかまっすぐ行ってからこっち来たんだよね。だから、うん、ラッキーだったね、ここは。で、イエーガーと前転張ってという感じです。これもギリギリだった。援護したかったんだけど倒されちゃって、でとりあえずボイドを倒そうということで、このフルークがね食らわなかったんだよね。でダッシュ攻撃と普通の通常攻撃でなんとか倒せて、でここでね落ちてないんだよねこれここでヒーロースキル使われちゃったんだよね、ルチに。まさかこのタイミングでね使ってくるとは思わなかったので、まあしょうがないかなと思います。でそっちもね B も的に倒せるかなと思ったんですけど、ギリギリね負けちゃって、これやべえなというとこですね。でジャスティスが B に飛んでくれたんですけども、取られちゃいますね。でこれオーカがダメか張っちゃって、古く食らわずにダメか壊されて前転張ります。とりあえずでこれ王冠も無理だなということでボイドに向かいます。でマトイがね王冠倒してくれて、あとボイドですね。これでマトイがまたとどめさせてくれまして、 C にとりあえず向かいます。うまい、これうまかった。ここでね倒せれば よかったんだけど、回復しちゃってるんだよねルチアーノが。ジャスティスはやっぱり倒せないから、でとりあえず3人集まったからこっちに行こうということで、こっち来てボイド来たからとりあえず C に戻ります。でマトイのヒーロースキルのおかげで、ダッシュ攻撃とマトイのヒーロースキルタレットで、でフルークをねボイドに使いたかったんだけど食らわずにマトイが倒してくれて、ギリギリ勝てたということで、マトイのおかげだね、最後のタレットのおかげだね。うん。